おはようございます。はい、おはようございます、皆さん。声おは入ってまようす。ございます。声入ってまおす。はようごうーん、ざ来いてますます。か。おはよう。というわけで、皆さん、こんばんというは。わでけね。や。はい。というわはけい。で、今自己日は、紹介か。一自己紹旦。介をしようと思います。ははい、い。一番上から。はい、ここはでい。にいつも、都から西さんに所属し、新馬ジャライバーの都からです。よろしくお願いします。わよろしくお願いーい、します。わーい。次は。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。23所属、新人マッチョライバーのセラルダズルガーデンです。よろしくお願いしまーす。新人？でも、メモ先に新人って言ったね。新人？新人？なんで自分まがだ新新人人って言ってるんですか？まだ新人って知ってるんですか？もしかして。あんなに後輩が出てるのに？みんな新人でしょ。みんほなぼ後新輩人しにかいしないよのに？そんな。お、言うじゃねえかって思ってる。確かに。怖い。怖い。はい、次。はい。というわけで、皆さん、こんばんは。二谷所属のハヨンでございます。僕も、もうここでは新人ですね。一応。新一番、あ、一番じゃないか。一回上か。一回上の新人でございます、皆一さん。回上っ一て何？回上の新人。一回上の新人でございます。どういうことだ。次か。次だよ。いいだよ。おいおい、小さな存在たち、でかい新人、魔王様だ。よろしく頼むぞ。わあ、までだ、か新人は小さいんですよ。合わないんですよ、言葉が。矛盾が。これはまだ日本語わかりません。じゃあ、じゃあ、ちっちゃくしましょじゃあ、いいか。じゃあ、しゃあないか。しょうがないか。はい。セラフくんとさ、喋るの初めてなんだよね。そうですね。なんかガーもう、デン。はい。ガーデンです。どうも、ガーデンです。ガーデンくんと。気になるのがあるんだけど、セラはい。フさんは名前がセラフですか？ダズルガーデンですか？名前ちょっとはセガーラデンフでですす。か？名前がセラフさんが。どっちに呼ぶのが好き？あれもうセラフで呼ばれることが多いですね。好きな、これはどっち？自分は？自分はどう呼ばれても何とも何も思わないですね。逃げらないむで、ず逃かげしないいや。で。どうしようかな。まあ、じゃあ、セラフの方で。ガーじデゃあ、ガーデンの方でお願いします。はい。矢の鹿って強いない。だからガーデンか。やっぱ何でもガーデンない。かな。それな。ね。いや、ガーデンって呼ばれるのもともと好きだったんですよね。もうそうなんだ。ずっと好きで。ガーデンって呼んでくれないかなって。今日からじゃないですね、これ。ガーデン。今日から決めた。ギャデン。ガーデンです。はい。ガーデンで行こう。